傾斜がこう来てるんですね。なのでやや上りが入ってるんですよ、うん、ここの傾斜が来てる、はい、はい、よしということで大見ても下りに見えるんだけど上りなんだ、うん、ちょっと待って、ああ本当だ、こう見ればちょっとね、そんな感じもする、上りがね、あれ、惜しい、ありがとうございます。ゴルフネット旅プレミアムクラブ、本日はですね、PGM 美穂ゴルフクラブでお送りしております。宮崎浩一監督はですね、実はですね、よくあの皆さんこういうの試合中テレビでね、こうキャディーとか選手がこういうふうにこうヤーデージブックって見てるんですけども、ちょっとねなかなか見れない、見てください、このグリーンの傾斜、これをですね宮崎君とあと新岡、今日来てる新岡さんと何人ぐらい、 4,5 人今4人だね、4人で、全試合、日本の全試合のグリーンをこういうふうにチェックしてると。だからグリーンの傾斜に関してはもう世界レベルです。どうやって測ってるの、これを測る機械なんですよね。これをこう例えば1.7 度こっちに傾斜していると。おお、まあ、1.7 度だとこう、まあ、こんな感じですかね。こっちに向いてるやつが 1.7 度、こう矢印の向き、あ、色が違うんだ、色が違う、 1.7 度台っていうのは大体緑で、 2.5 以上が赤、数字が多ければ多いほど傾斜がきつい、傾斜がきついって 1.7 度ぐらいだったらそんなに、まあ大体中間、中間ぐらいで、僕たちも、この宮崎君たちが作ってくれたグリーンのメモを、いただいてですね、試合に生かしてると。そうね、そうそうそう、まあ、でもまあメモもね最近は、うん、まあ、これはあれだけど、うん、もう見た目で分かるの、やっぱり大体分かるようになってきた、これ 1.7 が、これ 2.5 ぐらいだ、ね、あ、でもそれは本当に分かる、分かるようになってくるんだ、これとこの傾斜って見るじゃん、うん、だんだんそれで分か、まあ、分かるようになるね、なるほどね、両方確認できるっていう意味では、うん、いいのかもしれない。なるほど、うん、素晴らしい。試合中も自分の勘も。なるほど、ね、新婚の宮崎さんでした。あ、新婚、あ、そうかね、そうです。最高です、最高です、毎日見てるよ。あれどうですか、ありがとうございます。どこで見てる、どこで、 YouTube テレビで、うん、あんまり逆にこういい時も悪い時もプロの気持ちにあんま僕の場合は付き合っていかないですかね。意外とこうほったらかしというか、はい、まあ、タイプいろいろいると思うんですけど、空気みたくしてるのが僕の中ではですよ、はい。92ヤード、はい、なんですけど、はい、どうやって狙いましょうか。あ、90ぐらい打てばいいなと。そう言ってダメです。まあ、あの、あ、距離で言ったらそうなんですけど、ええ、シチュエーションがまあ言ったらこういう状況になるんです。左行ったらまずいですよね。で、ここからここを狙っていくと、ピンよく僕らが表現するのは、はい、ピンエッジって言うんですけど、はい、ピンの方向のエッジが、まあ、7ヤードぐらいなので85ヤード絶対必要なので、はい、ピンを狙っていくと、まあ、楽にパーを取ろうと思えば、はい、ここが一番優しいポジションになると思うんですよね、はい、右10ヤードぐらい行っても、はい、こうライン的にそんな難しくないで、ピンを狙っていこうとすると左がもう3ヤード、はい、今日3ヤードなんですけど、はいはい、3ヤードしかないというのはちょっと左ミスったら終わりですね。ちょっと難しいアプローチになっちゃうので完璧じゃあ、はい、90ヤード右にあの白い木あるじゃないですか、はい、あそこだと右にちょっと行っても広く使えますよね。かしこまりました。あのぐらいのイメージ90打てば90、はいはい、いい感じになると思うんですけどね、うん、あー左行ってるもん。アマチュアの方ってこういいも悪いも自分のこうレベルがどのくらいかっていうのが分かった上で喜んでる人もいれば、そうじゃなくてこう自分の技量以上にイライラしてしまうこともあったりするじゃないですか。分かりやすくて、こう例えば無理やりパーをいつも取りに行ってたらちょっと違うじゃないですか。でダブルボギーで全部回れればまあ108ですかねってなると、ダブルボギーでもそんなに悪くないんだっていう
ジャージョールもあるテンションというか、あの自分のレベルとこうそのくらいで回ってればいいのに結構イライラしてしまって逆に叩いてしまったりしている場合とか意外とあったりすると思うんで、そういう部分ですかね、アマチュアの方とかだと。はい、そんな感じです。ピン見えないじゃないですか、はい、あの木ありますよね、はい、あそこがピンなんですよ、はい、人間みんな性格違うんで切り替えられる方法ってみんな違う、面白いですよ。うん、足キャディーもね性格みんな違うんですよ。